電磁波のうち、人の目で見える波長のもの。いわゆる光のことで、可視光は誤った言い方であるかもしれない。ジス Z8120 の定義によれば、可視光線に相当する電磁波の波長は、下界はおおよそ360から400ナノメートル、上界はおおよそ760から830ナノメートルである。可視光線より波長が短くなっても長くなっても、 人の目には見ることができなくなる。可視光線より波長の短いものを紫外線、長いものを赤外線と呼ぶ。可視光線に対し赤外線と紫外線を指して不可視光線と呼ぶ場合もある。可視光線は太陽やその他様々な照明から発せられる。通常は様々な波長の可視光線が混ざった状態であり、この場合、光は白に近い色に見える。 プリズムなどを用いて、可視光線をその波長によって分離してみると、それぞれの波長の可視光線が、人の目には異なった色を持った光として認識される、ことがわかる。各波長の可視光線の色は、日本語では、波長の短い側から順に、紫、青、水色、緑、黄、大赤で、俗に七色と言われるが、これは、連続的な移り変わりであり、文化によって、 分類の仕方は異なる。波長ごとに色が順に移り変わること、あるいはその色の並ぶ様をスペクトルと呼ぶ。もちろん、可視光線という区分は、あくまで人の視覚を主体とした分類である。紫外線領域の視覚を持つ動物は、多数ある。太陽光をスペクトル分解するとその多くは、可視光線であるが、これは偶然ではない。 太陽光の多くを占める波長域がこの領域だったからこそ人間の目がこの領域の光を捉えるように進化したと解釈できる。ただし、スペクトル分解では現在の技術において観測できない周波数域も否定できない。また、進化とは一般的な進化論において遺伝子の変異によってもたらされた個体の特性が その環境下において結果として最も有利となり生殖により子孫へと引き継がれ種として変容存続していくことを指しており太陽光の可視光線が進化を促しているとは言えないただし興味深いのは遺伝子の変異を促す要因として太陽からの放射線も一因として考えられており遺伝子の変異の観点からは環境が進化を促しているとも言える 可視光線は通常は人の体に害はないが、例えば核爆発などの強い可視光線が目に入ると網膜の火傷の危険性がある。太陽の光を直接見ても同様である。ありがとうございます。